週末どうしたい？君のしたいことなら何でもしてあげたいんだ。さあ、そんな休日に合気道の稽古をつけてくれている関さんですが、彼が機嫌の悪いところってあんまり見たことないよね。そんな様子が今回見られそうです。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回お送りするのは関大輔本編ストーリー。薬効体質のヒロインを守るべく同じマンションで暮らす上司と新人の関係です。場面は彼が心を開いた満面の笑みを拝んだ直後、道場に向かうところから。ご覧いただきましょう。どうぞ。のんびりと並んで歩きながら道場の前に差し掛かると、不意に関さんが立ち止まった。前方に目を向けたままの関さんの表情が微妙にこわばっているような気がした。どうしたんでしょう。ん？関さんの視線をたどるように視線を巡らせるけれど、そこにあるのは通行人と行き来する車と路上駐車の車だけ。草木。はい。ちょっと用事を思い出した。10分で済ませるから先入っててもらえるか。わかりました。路上駐車の車が心当たりあるんですかね。どうなんでしょう。おや。あ、道場に入ると40代半ばほどの男性が立っていた。この男性が気まずかったとか。白い道着に黒い袴姿。はじめまして。クソガキユイと申します。名前ふざけてますけど真面目ですよ。道場の方ですか。ああ、大輔さんの生徒さんですね。私はコリー流豊島支部の代表大木と申します。コリーさんのゲームですからね、コリー流。代表の方でしたか。気まずかったのかな。場所を貸していただいて本当にありがとうございます。いいえ、他ならぬ大輔さんの頼みですからね。宗家からもできる限り協力するようにと言いつけられているんですよ。大木さんは当たり前みたいにそう言って微笑んだ。大輔さん、下の名前で呼ぶあたり距離感近いのかね。宗家。では私は事務室におりますので、何かありましたらお声をおかけください。ああ、はい、ありがとうございます。頭を下げて私はロッカールームへ向かった。まあ大木さんは悪い人そうではないけどね。何なんでしょうね。よし、汚れてもいい服に着替えてアキレス腱を伸ばす。怪我ないようにね。あ、そうだ、せっかくだから私もコンビニで飲み物とガム買ってこよ。この汚れてもいい格好になってから行くんだね。恥ずかしい格好じゃないといいんだけど。てかわざわざ宗家から協力するように言われるなんて、もしかして関さんって一応教えられるどころじゃないレベルなんじゃないの。その世界では有名かもしんないね。よくよく考えてみれば、一口に段持ちと言ったって初段から8段9段まであるんだ。関さんは一体何段なんだろう。どうなんでしょうね。ふざけるな。お前にこの道場を使う権利はない。いつまでも周りをちょろちょろしやがって目障りな野郎だな。え？道場を出るなり怒声が聞こえて思わず足を止める。周りをちょろちょろですか。同じことをあなたにも申し上げたいところですね。体温の感じられない低い声。これ関さんっぽくない？あれ？どっかで聞いたことある？反射的に周囲を見渡すと、私はあなた方と関わり合いになりたいと思ったことはただの一度もありませんよ。珍しいよね、こういう様子。え？関さん？いつもニコニコ関さんが。横顔だけれど間違いない。恨むならご自分の無能さを恨んだらいかがですか。さすがのあなたも。あの人が私をつなぎ止めておきたがる理由がお分かりにならないほど幼稚なわけではないでしょ。関さんは相手の男性を冷たく睨みつけて蔑むようにそう言い捨てた。は？俺が無能だと？男性は腕を組んで関さんを斜めに睨む。長身の関さんに負けず劣らずの上背に癖のないダークブラウンの髪。
年齢は30代中ほどに見える、まあ、関さんよりは年上っぽいってことね。線が細めで顔立ちもなかなか整っているけれど、それを魅力的と思わせない軽薄そうな空気をまとっていた。自分は有能だとでも言うつもりか？ええ、少なくともあなたよりは。あ、珍しい、こういうことも言うんだね。なんだと？このあの人がこの後に及んでまだ私に執着するわけが能力以外にありますか？ DNA ならあなたで間に合っているものを。あ、兄弟か何かなのかな、似てる感じもするよね。あの人？男性は舌打ちをしてゆゆしげに顔を背けた。私に能力がなければとっくにお払い箱になってますよ。あなたと違ってね。うん、意識してるね。能力をひけらかすのは楽しいか？悪趣味なことだな。まあ、お兄さんってことなんでしょうね、年上ってことは。悪趣味ついでに教えて差し上げますが、ひけらかすことができるだけの能力を身につけてからおっしゃらないと。単なる負け犬の遠吠えにしかなりませんよ。負け犬はお前の方だろ。人を殺しておいて勝ち組のつもりか？この辺関さんの傷口っぽいよね。笑わせるな、人殺しの分際で。え？そうと分かっていながら私の前にのこのこ現れるとは。この辺否定しないもんね。勇敢なのか、それともただの向こう水か。まあ、わざとじゃないけど人を殺してしまったみたいな経験があるっぽいんだよね、関さん。いずれにせよバカのやることです。お、汚い言葉、珍しい。なんだと？あなたのお考えでは確かその人殺しの負け犬があなたの命を狙っているはずでは。ゾッとするほど冷たく微笑んで関さんは軽く髪をかき上げた。その仕草に例えようのない嫌悪感が滲んでいる。一人歩きにはどうぞお気をつけください。な、さすが生まれの卑しい人間は言うことが違うな。お、 DNA は一緒なのにって話だけど、異母兄弟か何かなのかな。失礼します、人を待たせておりますので。逃げるのか？そんなセリフで逆上するのはせいぜい高校生までですよ。鼻で笑って関さんはギビスを返した。あ、当然のように道場へ向かってくる関さんと視線が勝ち合う。関さんは驚いたように目を見開いて数瞬固まった。まあ、見られたくない様子だったでしょうね。まあ、これは部下っていうだけでもそうだし、意識する女性にってなると余計見られたくないでしょうね。行こう。ああ、そういえば女遊びの途中だったな。いいご身分だ。男性は嘲笑して品定めするようにこちらを見つめる。はじめまして、関課長の部下のクソガキユイと申します。私は姿勢を正してできる限りの笑顔でその視線に応じた。は？課長には遊ばれていませんし、そもそもそういう関係じゃありませんので、どうぞご心配なく。男性は面食らったような顔をして愚痴をつぐむ。申し訳ありません、あなたの妄想みたいないやらしい関係じゃなくって。ご期待裏切っちゃいましたよね。まあ、そういう目で見られていたもんね、悪意があった。な着替えが済んだのでご指導よろしくお願いします、課長。あ、行こう。難は逃れたかな。あの関さん、すいません、立ち聞きするつもりじゃなかったんですけど。その上頭にきてベラベラ勝手なこと。も申し訳ありません。まあ、向こうの方との関係性も分かんなかったからね。あは。関さんはこらえきれなくなったように吹き出した。ん？ほとんど体を折るようにしてクククと押し殺しながら笑っている。心を開いた笑顔、2回目だね。笑ってる、2回目。うん、同じ感想。2回目の多分本心からの笑み。笑い方の種類が違うけど、でも本当に笑ってる。まあ、優しい笑顔だったもんね、1回目は。今回はまたちょっと違うよね。
棒立ちになったままそんなことを考える。また胸が騒ぎ出した。悪い、あれはちょっと、いや結構爽快だったな。関さんは体を起こして笑顔のまま私を見下ろした。え？ありがとう。いえ。あの人は誰？とか、あの人って誰？とか、この道場とあの人と関さんは一体どういう関わりがあるのか？とか、生まれが卑しいってどういうこと？とか、人殺しって何のこと？とか、まあ少なくともこの道場は関家絡みなんでしょうね。疑問は山ほどあったけれど、そのどれも気軽に聞けることではなくって。だけど胸が騒いで場が持たない。ここで選択肢、今日もビシバシお願いします。いろいろ謎だけど聞かないことにします。これ聞いてるようなもんだけどね。無言、まあ向こうの出方を待つってことだけど、まあ以前この無言で促すパターンの正解ってあったよね。まあそう思うと下の可能性高いのかなって気はするけど、まあ真ん中はちょっと違う気はするよね。どうなんでしょう。まあこの実況ではね、ハッピーエンドに向かう正解の選択肢、攻略サイトの力も頼って、見ていこうかと思うんですが、手元にねノートパソコンあるので答えは見ていけるんですけど、まあ予想していきましょうか。まあ上か下か、まあ前例があるから下かな。皆さんはどう思いますか。答え見ていきます。うお、最後惜しくも外しました。上が正解のようです。この8を挟むんだね。今日もビシバシお願いします。何も聞かないんだね。まあ8を挟んだことによってそうなっちゃうよね。え、だって考えても見てくださいよ。聞けると思います？普通逆の立場で考えてみてねってやつね。それもそうか。関さんはいつもの関さんの微笑みを浮かべて私を見下ろした。驚かせたね。悪かった。まあいつもの関さんじゃないみたいでびっくりしました。あは、渡部にも二重人格だのブラック席だのってからかわれてるよ。あ、渡部さんにはこの一面見せたことあるんだね。さすが親友。二重人格なんですか？そんなつもりはないけどね。 TPO に応じて対応を変えるのは当たり前だろ。そう言われてみればちょっとうなずけるような気もしますね。まあ嫌な人相手にも笑顔でっていうわけにもいかないよね。だろう。でもその範疇を超えてるような気もするし、あのホワイト関さんとブラック関さんはどっちが素なんですか？まっすぐ聞くね。ホワイト？グレーで接してくるかもよ。ここで電話。関さんを遮るように携帯の着信音が鳴った。ん？ハヤトからだ。こちらにそう告げて関さんは電話に出る。なんか緊急性ありそうだね。関だ、どうし？リクが？関さんの顔色が変わった。救急医療センターの待合室に駆け込む。いや、一難去ってまた一難感がすごいね。ハヤト、関さん、どういうことなんだ？あいつさよならコークだっつって注射打って、そしたらしばらくしたら泡吹いて倒れて痙攣して、今も意識ないって。オーバードーズか。そんな、なんで？すっぱりやめるための卒業イベントみたいなもんだって言ってたから、そんなもんなのかと思って。あいつ死ぬのかよ。どうしよう、俺のせいだ。まあ、薬やらせちゃったからね。目に涙をためて隼人君は頭を抱えて座り込んだ。でもやめるための薬って聞かされたらね。違う、隼人君のせいじゃない。悪いのは私だ。まあ、マトリ麻薬のプロだからね。さよならコークの可能性を考えていなかった。これから我慢するんだから、これでお別れなんだから、と。儀式みたいに最後にゆっくり楽しむのは何も薬物に限ったことじゃない。タバコをやめる前の最後の一箱、ダイエット前の最後の焼肉、断酒前の最後の一杯、まあそう思うと身近だよね。そんなの周りには溢れている。十分に予想することはできたのに。ハヤト！
バタバタと焦ったような足音とともに中年女性が現れる。お母様かな。おばさん。りくくんのお母さん？どういうこと？薬で倒れたって、一体。りくくんが薬をやってることはお母様には秘密にしていたんだよね。で、このお母様を悲しませないために薬やめるって決意したんだよね、りくくんは。ごめん、おばさん。面識あるんだね。あいつ、入院前にさよならコークだっつって。もしかしたら、いつもより多い量入れたのかも。そんな。りくくんのお母さんですね。はい。麻薬取締官の関と申します。あなたがリクを入院させようとしたマトリなの？目の敵って感じだね。あの子を精神病院に放り込もうだなんてするから。私です。勇気を振り絞って行くね。麻薬取締官のクソガキと申します。私が入院のことをリク君に話しました。あなたが？リク君のお母さんは大粒の涙をこぼしながら私を睨みつけた。あなたのせいで。落ち着いてください。リク君のお母さん。私は関さんを遮って一歩前に出た。勇気あるね。申し訳ありませんでした。責任感ある。あなたが余計なこと言わなければ、こんな、リクは、もし、リクが死んだら、リク！リク君のお母さんは、両手で顔を覆って、肩を震わせて、泣いた。リク君のお母さん、触らないで！肩にかけた手を、叩き落とされる。もう二度と、リクに近づかないで！精神病院に閉じ込めるなんて、そんなことさせるもんですか。リク君の味方でいたい気持ち。あの子は異常者なんかじゃない。でも味方でいたい気持ちはこっちも一緒なんですけどね。もう放っておいて。私があの子を立ち直らせてみせる。リク君のお母さんは涙でぐちゃぐちゃの顔で私を睨みつけた。今は冷静になれという方が無理な話だった。我が子を失うかもしれない。その恐怖が涙に濡れた瞳を覆い尽くしている。だけどここで二度と近づきませんと引き下がるわけにはいかなかった。まあそれこそリク君を救えなくなっちゃうからね。私が謝ったのはリク君から離れたことです。監督責任。すぐに上の者に話を通して一緒にお母さんにちゃんと分かっていただけるように説明して納得いただいた上でそのまま病院に連れて行っていればこんなことにはならなかったから強いね。でもリク君に入院を提案したことは謝りません。薬物から立ち直るためにはそれが一番の近道なんです。だからリク君はなんですって。だとしてもあなたが余計なことを言ったせいでこうなったのに、よくもそんなこと。手が大きく振り上げられて思わず身構える。関さんはさっと私とリク君のお母さんの間に入り込んだ。パシッと乾いた音がして振り上げられた手がそのまま関さんの頬を張る格好になる。関さん。お母さん、彼女は手段を提案しただけですよ。無理やり入院させようとしたわけじゃない。冷静に入ってくれるね。関さんは静かにそう言った。リク君自身が薬をやめたいと言ったそうです。人に言われたからなんて適当な気持ちで入院治療すると言ったわけではありません。リク君を見損なわないでください。彼を信じてあげましょうねって話ね。しかもね、そのリク君の味方っていうのはこっちもそうなんですよっていうのは伝えてあげたいよね。関さん。薬物依存症を克服すると決心したのも、そのために入院すると決めたのも、すべて
息子さんの意思です。リク君は多くの難用者が何とかして逃げようとする道を自分から選択したんです。その勇気と覚悟を褒めてやってもいいんじゃありませんか。うん、認めてあげましょう。とあのリク君、お母さんは苦労して女手一つで育ててくれたから泣かせたくないって言ってました。だからもう薬なんかやめたいんだって。うん、まあやりたくて始めたっていうより友達との付き合いで断れなかったからってところから始まって、すぐにやめられると思ったんだけど依存症になってしまったって話だからね。リク君のお母さんはその場にうずくまっておえつした。リク、ごめん、ごめんなさい。生意気な口を聞きましたが、リク君にさよなら高校をやる隙を与えてしまったのは私です。そのことは心から申し訳なかったと思ってます。本当にすいませんでした。このヒロインのすごいところは、謝るポイントをちゃんと明確にできることだよね。あやふやですいませんっていうタイプじゃないところ。だから涙がこみ上げそうになって、ぐっとそれを飲み込む。今は話をできる状況ではないでしょうが、後日わからないことや納得のいかないことがなくなるまで、きちんと説明させていただきます。その時はぜひ聞く耳を閉ざさずにお話を聞いてください。わかりました。でも今日のところは帰ってください。まあ、まずは意識が戻るかどうかが心配だもんね。ごめんなさい、私もショックで混乱していて。わかりました、失礼します。クソガキ。はい。リク君のお母さん、本当に申し訳ありませんでした。謝らないでください。私の方こそ謝らなきゃ。だけどごめんなさい、まだ何が何だか。うん、まあリク君の味方なんだよっていう視線には変わってくれたのかな。今は冷静になれそうになくて、だからお願いします、今日のところはお帰りください。はい、失礼します。深く頭を下げてその場を後にした。うん、重い空気感だったけどね。うわ、ここはどこでしょう。いい眺め。穴場なんだ。マンションに帰り着き、部屋に戻る前にちょっと屋上に出ようということになって、わ、これは関さんと同じマンションに住んでるからこそのストーリー展開。私たちは地上20階の高さから東京の街並みを見下ろした。都心で20階建てのマンション、なかなかいいお値段するかもね。午後6時半、夜景と呼ぶにはまだまだ夜の闇が若い時間帯だけれど、まばらに散りばめられ始めた明かりがなんとなくノスタルジックな雰囲気を醸し出していた。リク君、大丈夫かな。何を見ても結局今気にかかるのはそこだった。謝ってもお礼を言っても関さんは私を少しも責めない。それがなおのこと痛かった。大丈夫か。え、ここで選択肢。大丈夫です、答えました。大丈夫じゃないのはリク君です、の3択。まあ3つ目は違うだろうね、関さんにこれを当たってもっていう感じもするしって思うと、上の2つのどっちかなのかなっていう気はするんだけど、強がっちゃうのは違うのかな。答えましたって正直に言うのがいいんじゃないの。攻略サイトの答え見ていきましょう。うん、やっぱそうだね、ここは真ん中、答えました。まあ、こらえましたではないと思うんだよね、同じ漢字使うんだけど。答えました、正直答えました。そうだろうね。だけど大丈夫です、ちゃんと自分で消化できます。さすがだね。関さんは意外そうに眉を上げて優しく微笑んだ。もっと落ち込んでるかと思ったよ。いえ大丈夫です。うん、強いね。関さんこそほっぺた大丈夫ですか。まあ物理的な痛みもあるしね。あ、叩かれるべきなのは私の方だったのに、すいません。
なんだそんなこと。まあでもこれはね、男性心理からしても強い自分で守ってあげるっていう気持ちの方が強いから、そんなに傷ついてはいないんじゃないかなって思いますけど。んと、リリリリんと関さんの着信音が鳴った。はい、関。あやとか。え？リクは。ドキンドキンと心臓が乱暴に胸を叩く。そうか、よかった。わかった、ありがとう。関さんはよかったと言った。ということは、クソガキ、関さんが電話を切ってこちらを向くのがなんだかスローモーションみたいに見えた。リクの意識が戻った。本当ですか？ああ、頭もしっかりしていてもう心配はいらないとのことだ。君に申し訳ないって謝ってたそうだよ。まあ第一声でそれが聞けるってことはよっぽどそう思っていたんでしょうね。よかった、安心しました。そうだね。はい。沈黙が落ちる。何を言っていいのかわからない。何か一言でも話せば一緒に涙がこぼれそうで、何を言うこともできずにただただ眼前に広がる景色に意識を集中させる。一人前の的りなら上官の前でメソメソ泣いたりしない。それじゃあ戻ろうか。あ、先戻ってください。私もうちょっとここでのんびりして帰ります。そうか、それじゃあまた明日。はい、お疲れ様でした。精一杯の笑顔を返すと関さんも小さく微笑んでのんびりとドアに向かった。早く早く行って、祈るような思いでゆっくりと遠ざかる足音に耳を澄ませる。階段室の向こうに足音が吸い込まれて、屋上の重いドアが閉まる音を確かめた途端、こらえていたものが頬を伝った。我慢していたんだもんね。リク君がこのまま死ぬかもしれないと心底思った時の心の痛み。まあおそらく関さんはこの似たような状況でリク君のような人物を亡くしたことがあるんじゃないかなと見てるんですが、どうなんでしょうか。リク君やお母さんへの罪悪感とやるせなさ、自分の不甲斐なさへの怒りと後悔、責められない苦しさ、そしてリク君が無事だったことへの安堵、いろんな感情が一気に押し寄せて涙になって溢れた。目の奥と喉が焼けるように熱くってうまく息ができない。まあ、感情を整理しきれないから涙って形になって溢れ出ちゃうんだもんね。そういえばクソキ、アイキドここで来ちゃうんだ。あ、ガチャリとドアの音とともに関さんが現れる。まあ、決して空気が読めないわけじゃないと思うんだけど、まあ、男性心理としてはね、言葉をそのまま受け止めがちだからね。こちらに歩み寄る足を止めて関さんは驚いたように目を開いて私を見つめた。まあだから関さんは一歩先を行ってるから察してくれるんじゃないかなと思うんだよね。クソガキ、失礼しました。慌ててゴシゴシと顔をこすって涙を拭う。あれ？ごめんなさい。拭っても拭っても一度溢れてしまった涙はこらえようもなくって、どうにもこうにもコントロールが効かない。まあ理性が崩壊したタイミングだよね。私はせめて両手で顔を覆ってそれを隠した。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。自分でも一体何に謝っているのかわからない。まあさっき冷静だった時、リク君のお母さんに対しては明確にポイント絞って謝ることができましたけれども、気抜いた瞬間になっちゃったからね。言ってみれば全てかもしれなかった。あの、これは。止まらない涙を諦めて顔を上げる。どう接してくるんでしょう。目の前にネクタイの締められていないワイシャツが見えた。え？いつの間にか
腕をつかまれている。見上げるとすぐ近くに涙でぼやけた関さんの顔があって、溜まった涙がこぼれ落ちる一瞬だけそれが鮮明になる。関さんはうっかり掴んでしまった物の扱いに戸惑うように視線をかすかに泳がせた。引き寄せることも遠ざけることもなく、ただ私の腕を掴んで何とも言えない表情でこちらを見下ろしている。過去の自分を見るような気持ちにもなってるのかもね。そしてそこも整理しきれていないだろうからね、関さんも。悪かった。関さんは数度口を開きかけて、思い直したように顔を上げると押し殺した声でそう言った。まあ巻き込みたくない気持ちもあったから最初この夜回りについてくるのは断ったってのもあるだろうからね。するりと腕が解放される。悪かった？強がりに気づけなくって。あ、そこに対してか。でも関さんも明確にポイントを絞って謝ってくれました。え？いくらでも泣いていい。だから一人で泣くな。じゃあ連れてきたことを後悔してるわけではなさそう。どうして責めないんですか？関さん、まあ陸くんを救う一歩にはなってるからかもね。え？胸が引き絞られてますます涙が止まらない。これ以上みっともない顔を見せたくなくって、私は関さんに背中を向けた。もうちょっとで取り返しのつかないことになってたかもしれないのに。どうして？背中の向こうで関さんが言い淀む気配。それからガシャリと小さくフェンスが鳴った。五里神社で祭りをやってるそうだよ。最後には滞納花火も上がる。ん？さりげなくコリー社の宣伝。話の脈絡がなさすぎて思わず振り返ると、関さんはフェンスを背もたれにして腰を下ろしていた。こちらを見上げる表情はいつもの笑顔だ。まあ、突然の祭りの誘い。行こうか。え？リクは大事に至らなかった。気晴らしくらいしてもいい。あまり君が引きずると、リクはもっと気にするよ。あ、うん、ちゃんとリクくん目線で言ってくれる。そっか。自分のことしか見えていなかったことに気づく。お祭りは大好きです。行きたい。じゃあ、好きなだけ泣いたら行こう。俺は向こう向いてるから、ジェントルマン。ありがとうございます。胸の痛みは強くなる一方なのに、刺すような鋭さがどんどん薄らいで優しい痛みになっていく。不思議な気分で私は涙が流れるに任せた。というわけで今はストーリー 8-3 までお届けしております。関さんのお家騒動とおぼしきものから陸くん問題までハードな場面が続いておりましたが、次回はお祭りデート、ひとときの癒しの思い出をお送りできたらいいなぁと願っております。そんな感じで引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もぜひお待ちしております。